パーカッションロック式が採用された、拳銃パーカッションキャップパーカッションロック式、砲薬、雷管式、または、神田式とは、マスケット銃などの火器で使われた、点火方式の一つ。スコットランド人のアレクサンダー・ジョン・フォーサイスによって1806年、頃に開発された。その形態から、キャップロック式とも呼称される、パーカッションロック式の仕組み、激鉄によって、 雷館を発火させ、紐を通じて爆発が、創薬に伝播し、弾丸と紙の束が発射される。大まかな仕掛けは、マッチロック式やフリントロック式と変わりない。大きく違うのは次の2点である。発砲までの操作、動きは以下の通りである。パーカッションロックを用いる回転式拳銃の射撃動作に関して、詳細は、 コルト M1851 パーカッション式のリボルバーにおける装填と射撃動作についてを参照のこと。1806年頃、アレキサンダー・ジョン・フォーサイスは雷光を利用した新しい発火法を考案する。これはセントボトルロックと呼ばれ、雷光を火皿に乗せて叩いて発火されるものであった。しかし、雷光は非常に 不安定な塩化物で変質しやすく貯蔵が難しかったため、続いてイギリスの重工、ジョセフ・マントンが1816年に雷光を練ったアラビアゴムで包み、鉄のチューブに詰めた、それを用いて発火させるピルロックを考案する。さらに、それを改良したのがアメリカ人、ジョシュア賞によって、鉄を銅のキャップに変更したパーカッションロックである。 これは1822年に特許が取られている。しかし、1818 18年にフランスでプリラットの名で特許が取られている説や、前述のマントンの時点で完成しているなどの諸説があって、最終的にパーカッションロックを完成させたものははっきりとしない。だが、最初の発明者はフォーサイスであるのは間違いない。画期的な発明ではあったが、 民間はともかく軍での採用は遅れた。原因は、来管の入手に関する補給上の不安と馬上などで小さな来管を装着することに関しての取り扱いから来る器具である。だが、19世紀の中頃になると、その抵抗感も薄れ、パーカッションロック式はフリントロック式を駆逐する。しかし、その天下は実法を用いるメタリックカートリッジの出現によって、 長く続くことはなかった。日本では、江戸時代に、尾張藩の乱学者、吉尾恒蔵が、天保十三年頃から、来館の研究を開始し、雷古獣を完成させたが実験で暴発して、命を落としている。彼の表した、粉方向は、我が国初の雷港専門書である。その他、松代藩の重工、片井京介が製造した蕎麦僧来荷重や、 日本で初めてハリン銃を開発したクメ通券が作った先飛銃などもあるが、天下太平の世にあっては実用銃として普及することはなく、幕末に大量の輸入来感銃が導入されると、その存在は埋没していったが、中には手動回転型三重心ペッパーボックスピストルなどもあった。日本におけるオリジナルは以上の通りであるが、旧来のヒナ銃、または輸入された、 フリントロック式ゲベル銃を雷館式に日本で改造した銃、コルト製、パーカッションリボルバーを明らさまにコピーした拳銃なども存在する。なお、改造、またはコピーに際してこれらにライフリングを施したのかどうかは不明である。チューブロックとは重要雷館を利用した大砲の点火機構である。1818 18年にピルロックを発明した銃口。 ジョセフ・マントンが考案した。これは、大砲の紐に雷管を直接取り付け、それを金槌などで叩いて発火させる乱暴な点火法であったが、それまでの点火方法に比較すると安全性が高く、発砲に関するタイムラグもないので普及し、今日の大砲に使われる火管の先祖ともなっている。平玉火薬のように、紙に雷口を挟んで、ニスで、 防水加工したものを来ン代わりに使用する。巻き玉状に連なったパッチロックを機械的に繰り出して使用するタイプは、テーププライマー、または巻かれて円盤になった形状から、ディスクプライマーとも呼称される。現代では、陸上競技用のスターターピストルに使用されている。スプリングフィールド M1855 小銃に採用されたように、テーププライマーは、 発射ごとにいちいち雷管を交換するのが不必要なので電車には便利ではあったが雷光がキャップに封入されていない分湿気に弱くまたディスクを繰り出す機構にもしばしば不具合が現れたのでこれを用いる重機は少数派であった。ありがとうございます。